ませんよ。絶対負けんからな。田んぼ用の地語りを履いてまずは干潟を体験することに。よっしゃ、これが干潟や。はい、気合い入れて、はい、突撃魂見せとれ。いけ、よっしゃ。さあ、まず山田が突撃。全員真っ黒。とにかく泥には慣れたようだ。続いて4人はガタリンピックの花形競技、人間ムツゴロウの練習をすることに。ガタスキーという木の板を使い、泥の上を滑る速さを競うのだ。よろしくお願いします。大会スタッフの長吉さんに乗り方を教えてもらう。もうこれも手でこいでもらいます。そうですね、はい、これを変えてください。力いっぱい。おー、タックルなかなか筋がいい。バタフライの要領でスイスイ前へと進んでいく。これは期待できそうだ。